まずはじめに材料、手羽先 1044g、 2.32 パウンド、パセリ大さじ4、オレガノ大さじ3、バジル大さじ2、ニンニクパウダー大さじ2、玉ねぎパウダー大さじ2、セロリ大さじ1、塩大さじ1、胡椒大さじ1、以上です。はい、調理手順としまして、ハーブを混ぜる、ハーブをつける、焼く、この3ステップです。ではまずはじめにハーブを混ぜていきます。まずはじめにバジル大さじ2、オレガノ大さじ3、パセリ大さじ4、玉ねぎパウダー大さじ2、ニンニクパウダー大さじ2、セロリの葉大さじ1、胡椒大さじ1、塩大さじ1、これらをよく混ぜ合わせます。バットに油をひきます。次に手羽先にハーブをつけます。ここで味がまんべんなくいくように均一にハーブをつけていきます。次にバットに手羽先を並べていきます。バットに油を塗っておくことによりチキンがくっつかずに後ほど簡単に取り出すことができます。次に手羽先に油をかけます。これをオーブンで焼いていきます。
400度のオーブン、摂氏でいうと204度、これでだいたい40分ぐらいです。一度オーブンから取り出します。はい、そしてこれを天火で焼きます。はい、これを取り出して完成になります。手軽な値段で作れますので、皆様もぜひご自宅で作ってみてください。それとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。